お腹の全体が出てしまっている、下腹だけなぜかへっこまない、そういった方におすすめなブロックデッドバグを紹介します。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなかへこまないお腹、どうしても下腹だけポコッと出てしまう、そういったお腹がたった20秒で翌日から改善されていきます。ぜひ一緒に行っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が全体が出てしまう、食後水分の取りすぎ、どうしてもお腹が出て張ってしまう、いつも下腹だけポコッと出てしまう、腰が反れてしまう、そういったことが改善できるフロッグデッドバグを紹介します。以前デッドバグという腹筋を紹介したんですけども、すごくねお腹に効いたっていうコメントがある中で、腰や首が痛かったというコメントもあります。これは腰の硬さ、お尻の硬さによってお腹が収縮できずに、腹筋に効かずに腰の方に効いてしまう、そういった原因があります。それを今回改善しつつ、フロッグデッドバグを一緒にやってもらえたらと思います。今回のフロッグデッドバグはとても腰が反れて首が痛い、腰が痛い、そういった方にとってもおすすめで、しっかり効かすことができます。なおかつ普通のデッドバグがお腹に効く人でも、今回の方がしっかり効きます。後ほどやり方を紹介していきます。まずは腹筋を効かすポイントとして、腰のストレッチ、そしてお腹を使う意識、腹横筋、お腹をへこます腹横筋を使う意識、この3つをまず簡単に10秒ずつ行った後に、フロッグデッドバグを一緒に20秒間行っていきましょう。今回布団やベッドの上でもできます。ですが腰がしっかり床についた方がお腹に効くので、柔らかいところよりもできれば硬いところの方がお腹に効かすことができます。そこはお任せします。じゃあまず3種目腰のストレッチ、お腹を締める感覚、息を吐いてお腹をへこます感覚、この3つを10秒ずつやりましょう。いきます。はい、まず両足を抱えて腰をしっかり床につけてください。反れてる腰をぐっとね、腰をつける感覚です。これをまず10秒間いきます。呼吸はリラックスです。しっかり腰をつけます。足を抱えます。いきましょう。1、2、頭もしっかり起こして腰を丸めて、5、6、7、8、9、10、 OK、 腰がストレッチされました。次にお腹を効かす感じ、膝を手で持ってゆっくり倒れます。これでお腹をぐーっと10秒間力を入れてください。いきます。1、2、3、4、痛くない方は手の力は軽くです。1、2、8、9、10、 OK。 最後にお腹を手で押さえながら、ふーっと息を吐きながら10秒です。残りの9、10というところで軽く上半身を丸めて、さらにお腹をへこましてください。10秒間息吐きます。細く長くです。はーって吐いてしまうと3秒ぐらいで終わっちゃいますから、ふーっていう感じで10秒間吐いてください。姿勢を正していきます。ふー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 これで息をしっかり吐いて腹横筋を収縮させる力がつきました。続いてメインのフロッグデッドバグです。20秒でお腹にガツンと効きます。もし耐えれなかった方、途中で降りても OK です。最後までできる方、頑張っていきましょう。はい、今回はフロッグ、いわゆるカエル足です。膝を曲げて足を開きます。この状態で足の裏合わせて足を浮かせます。これで上体を少し起こして、膝を手で押さえて
20秒キープです。カエル足にして膝を手で押さえることで骨盤が開きます。骨盤が開く、外旋するということはお尻が締まります。お尻が締まるということは腰を丸めることができます。そうすることで腹筋により効かすことができます。さらに手で膝を押すことによってお腹にかかる負荷が上がります。とにかく強く押せば押すほどお腹が疲れてきます。これを20秒間、息は2回です。呼吸2回でいきます。それではやっていきましょう。頭をしっかり起こして、開いて、上げて、押さえて、起こして、それではいきます。スタート。しっかり押さえて、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、吸って吐いて、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK。 どうですか、よくお腹に効いた方は。よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。私自身は今数数えていたので、やっぱり息をねしっかりフーッと吐いてないので、そこまでお腹に来なかったんですけど、とにかくフーッと息をとにかく吐きながら、とにかく膝を手で押してたっていう方は、多分20秒で耐えれなかった方多いと思います。そして腹筋が強い方もですね、20秒で多分うーってなってると思います。これはしっかり膝を開いて手で押すことで、よりお腹をね収縮させることができて、プラス息をしっかり吐けば腹横筋がシューッとするので、すごいお腹にねよく効いて、お腹がね翌日から痩せへこんできます。お腹全体が出ている、下腹が気になる、そういった方にはねフロッグデッドバグ、とてもおすすめです。もしかするとこれから YouTuber さんたちがフロッグデッドバグを真似して動画を配信するかもしれません。ですが私は一番に配信します。本当はこの動画を教えたくなかったです。ですが皆さんにお腹をねしっかり効かしてもらいたい、へこましてもらいたいという思いでですね、フロッグデッドバグを配信しました。頑張った方、勉強方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンク行ってフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。